るじゃん。はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。ニュージー裏取りライフのお時間でございます。どうもどうも、うーちゃん、どうもどうも。まあ今日はゆるくですね、走行会終わった次の日なんで、車のね、洗車をしたいと思います。まあそれをね、車の洗いをしたいと思います。そうね、なんでかってね、もう泥だらけなのよ、車が。じゃあそれをここに持ってきて、洗車しちゃいたいと思いますよ。やっていきます。むっちゃ汚くないこれ。もうさ、ほら見て、ドロッドロなのよこれ。すごいっしょ。こんなに汚れたなんて、ここ気づいたらめちゃくちゃピカピカになる。だよね。もうさ、うわ、こことかもうひどいわけよ。うちここやる。うん、そうね、そうしてもらう、そうしてもらえたらありがたいわ。車を出してね、キュッキュしましょう。マジで使えない、乗ったことない車。じゃあ、まずですね、ピコ、後ろのガレージ開けます。そして怖いから、やっぱりシーベルトまあ家の中で移動するだけぐらいなら大丈夫だよ。じゃあエンジンかけるよ。よいしょ、じゃあ降りますか。はい、どうぞ。降りる？よし。じゃあね、まずね、雑巾よし、雑巾はこれを使います。カーボッシュをドボドボドボ入れて、で見てて、うーちゃん、バブルでございます。よし、オッケー。もう泥がすごいからさ、本当にあの内側とかね、もうね、アンダーカバーの内側とかね、もう至る所に泥があってね、あの水槽で車の後ろとかを走るとね、汚れがすごい。お、うちゃん何見てんの？飛行機。あ、本当だ。そう、ここはさ、空港からも、空港っていうのはちっちゃい空港があるからさ、結構飛行機通るんだよね。眩しい。よし、じゃあこれから水バシャバシャってかけて、その後ゴシゴシしましょう。ちょっと待って。うちゃん、洗うときはさ、そう、一箇所一箇所ね、一つのパネル、ここだったらここで、ほら、この辺まで汚れてるでしょ、といったのをやっていくわけよ。そこら辺汚いでしょ、まだ。ほんとにね、めちゃくちゃ汚れるんですよ、これ。コースで走るとね。昨日さ、きっと来たもんね、たら、うちゃんね。よいしょ。もうなんか、ものすごい泥で。そう、あわあわにしないとね、ボディ傷ついちゃうからね。これは大事な大事な。きたねー、もうまさに泥水になってる。
って思って、えい、そうそうそう、うー気持ちよさそうやんこれ、外れて、いやいやずれて、めっちゃ違うとこ飛んでるから、めっちゃ違うとこ飛んでる、そう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 、はい、おっしゃおっしゃ、いいねいいね、下の方まだ泡残ってるよ、そう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 、おーいいじゃんいいじゃん、いい感じいい感じ、いやしかしよ、ドロドロだったわほんと、一回走行会行くとめちゃくちゃ汚れんすよね、雨の日行くと、結構ねイン側にねダートがあるんで、そこ入ったりするともうすんごい汚れちゃうね、よし、あとは前回りだな、あと前回りやったら完成やな、はい、ずれてるずれてる、よし、おっしゃー、いいんじゃないこれで、オッケー、イエーイ、イイエイなんでそんな控えめなのうちゃこむっちゃ綺麗になったな、ピカピカや、ありがとうね、いやーだいぶ綺麗になりました、いやー、そしてここのねスカイにちょっと当たった感じの、これはちょっと残しとこうかななんて思ってます、まあ磨けば取れるんですけど、まあなんかちょっとドリシャっぽくてかっこいいかなと思って、はい、このままにしてます、いやーうちゃん綺麗になったね、ありがとうね、うん、イエイイエイ、いやこんな感じでねピカピカになりました、よかったね、ほんとね、うちゃんありがとうね、いいや、切ってる切ってる、これからこの子供部屋に置いてあった机をおもちゃとキーボードを置きにしたいと思います、反対側も印をつけてまっすぐ線を引いて切っていきます、やってるやってるやってるや、せっかくね車のこと以外でお父さんらしいことをしているたけしをね少しでも映してあげないと、こういうこともたまにはやるんですよ、日曜大工、工具があるって素晴らしいですよね、やすってやすってやすりまくる、なかなか手慣れた手つきでございます、手洗った、手洗った、ガラガラペーもした、ついでにパパ今何やってるの、デジ君パパ今何やってる、わかんない、ね、わかんない、タッチのテーブル、そう、タッチのテーブル作ってくれてるよ、下に傷つかないやつかな、いいね写真じゃないんだけどね、え、なに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 、お疲れさん、わー低くなったってそんなになりましたけど、うん、ちっちゃくなったね、バッチリじゃんこれ、早くあそこに入れてみよう、お部屋に、いい感じじゃん、バッチリサイズ、こちらてちくんのお部屋なんですけれども、このキーボードを
こっちに置いて引いて遊んだり、おもちゃ用のテーブルとして使いたかったので、テーブルの足の高さを変えてもらいました。なんかいい感じ。うん、置いてみよう、置いてみよう。これを、うん、そうそう、収納したかったんだ。どう？できるじゃん。できるね。バッチリで、上に出して、うん、あの引いて遊ぶ。あ、子供がね。そうそう。あ、ちょうどいいじゃん。あ、バッチリじゃん。バッチリバッチリ。てちくんてちくん、お化粧中ごめんよ、てちくん。お化粧中すいません。ちょっとこれ弾いてみて、ピアノこの位置。ちょっとこっち。ひどっ。うじゅん、ちょっとそれこうやってやってみて。位置。いいよね。座っても弾けるね。そうだね。それでちょうどなんかちっちゃい椅子座ればちょうどいいな。ねえ、いつも高かったもんね。バッチリじゃん。よかったねー。イエイ。そしてまだ化粧してるんですね。パッって聞こえた。パッ。てちくんこっち向いて。あははははは。美人になってるわ。ちょっとじゃあ、なんかかっこいいやつやって、かっこいいやつ。かっこいいやつ。唯一覚えてるのが、うん、ちょっと、タイちゃん待って、はい、おー、やるじゃん。すげえじゃん。最後がグダグダだな、惜しいな。いやでもすごいじゃんね。ちょっと忘れてたね。じゃあ次はバイオリンでお願いします。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。どうも。